は中高カメ目、ヨコクビガメかハコヨコクビガメ属に分類されるカメ。模式標本の産地はガボンで、種商名ギャバネンシスはガボン産のノイ。アンゴラ北部、ウガンダ西部、ガボン、カメルーン南部、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、中央アフリカ共和国南部最大高長32センチメートル。メスよりもオスの方が大型になる可能性があり。 メスは最大でも甲長、口十27.2センチメートル。背後は扁平で、上から見ると、第7から8円甲板で最も幅広くなる、細長い卵型。第1から4、C 甲板にはあまり発達しない筋状の盛り上がりがあり、第2から4、C 甲板は平坦。後部円甲板は、のこぎり状に尖らず、滑らか。背の色彩は、 褐色や黄色褐色で C カンパンに黒い縦縞が入る。真のどカンパンは細長く、縦幅は横幅の約2倍。蝶都外より全部のカンパンは長く、左右の復興板の継ぎ目の長さの2倍以上。左右の甲換板の間には浅い切れ込みが入る。左右の交換板の継ぎ目の長さは、 左右の交甲,甲板の継ぎ目の長さと同じ長さかやや長い。蝶次害は発達し、復興を折り曲げて、廃校との隙間を完全に閉じることができる。復興の色彩は黒や黒化し色意式で、甲板の継ぎ目の周辺が単行色の個体もいる。頭部はやや小型で、分厚い。粉炭はやや突出する。上顎は先端が浅くへこみ、 その両脇が突き出しわずかに牙状になる。頭部の色彩は明褐色や高褐色眼で、上部から後頭部、頸部へ、アルファベットの V や Y 字状の黒い斑紋が入る。下顎や頸部覆面の色彩は単行色。頸部背面や四肢、尾の色彩は暗灰色や暗褐色。容体は C 看板にはキールがあり、後部円看板は弱くノコギリ状に尖る。 成長に伴いキールは不明瞭になり、円環般の突起は消失する。黒箱横首亀や白顔箱横首亀と混同されることが多く、本種に関する情報は不明な点が多い。熱帯雨林にある河川や地層に生息し、和名や英名の由来にもなっている。植生は動物食の強い雑食とされる。繁殖形態は卵生。 ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。流通は極めて稀。本種の名前で黒箱横首ガメの褐色型が流通したこともある。ありがとうございます。